皆さん、おはようございます。チューリップリンセスです。昨日はもう眠たくて眠たくて美食女ご飯を、えー、録音することができませんでしたので、えー、今のタイミングでやってみたいと思います。いつもと何だ変わらない、何の変哲もない美食女ご飯なんですけれども、ちょっと自分の記録としても、えー、撮っておきたいかなと思います。 えっと、昨日の朝ごはんはこんな感じでした。じゃーん。本当に、あの、最近こんな感じのばっかり食べちゃってます。はい。えー、こちらは、えー、北海道秋鮭の塩焼きです。これはもう3日連続でいただきました。そしてすべて食べきりました。で、こちらは、えー、第一宅配の,この、ごも、 ごめんなさいね。朝なので。<laughs> はい。えー、五目おからですね。えー、五目おから。これ、うの花かなこれもすごい、あのー、好きなのでね。あのー、食べています。で、こちらが、えっと、白菜たっぷりのお味噌汁。あの、もう冷蔵庫の中で使わなきゃいけないなと思っていた白菜があって、四分の一カットのものだったんですけれども、 もうあの全部使っちゃいました。あと余った大根もちょっと入っています。もうシンプルな、まあ、ほとんど白菜の、えー、お味噌汁なんですけれども、えー、お味噌は、えー、新潟の塩で、えー、っと、そして、えー、お出汁は、えー、無添加のスープスープ。そしてそこにね、あのおにぎりとかにも使っていたとろろ昆布がまだ余っていたので、 あの、あんまり見えてないですけれども、とろろ昆布も入っています。で、こちらが、えっ、ー、と、こちらは彩り屋の、えー、無添加、砂糖不使用の、えぇ、ー、蜂蜜梅干し、楽天で買いました。で、えっ、ー、と、こちらが、えー、と秋高町の、えぇ、ー、有機米、えー。こちらも楽天で真空パックのものを買いました。で、こちらが、えー、と大根おろし。 そして、柔らかちりめんです。柔らかちりめんは第一宅配で買いました。はい、えー、こんな感じで。あ、ご飯がツヤツヤなので多分炊きたてですね。わー、出来たてのお味噌汁はとっても美味しい。わーい、うの花もご飯に添えて美味しい。ねえ、鮭は言わずもがな。 そして、大根おろしにちりめんです。こちらもやっぱりね、理想的な朝ごはんです。お野菜の種類はあまりないんですけれども、まあ、それでも白菜をたっぷりいただいたので、まあ、いいかなという感じです。で、こちらが2食目にいただきました。えー、田農場の、えー、こちらは、玄米、無農薬玄米こしひかり、コシヒカリ。 ので作った、えー、蒸しパンです。こちらも楽天で買いました。これも結構美味しかったですね。今回はもう面倒だったので、あのチンしちゃいました。電子レンジで1分ぐらいかな。チンしてもうすぐ食べれるので、良かったです、うん。結構美味しいかなと思います。こんな感じで。あとね、まだね、何種類かあります。 で、これが、えー、おにぎりセットです。備縮所おにぎりセット出ました。こちらもね、同じような感じなんですけれども。わー、大きなおにぎりですね。こちらにね、オイシックスの出買った、えー、鮭フレークがたっぷり入っています。で、こちらは、第一宅配の4個パックの絹豆腐に、 えー、オイシックスの鰹節と九条ネギと、えー、無双のおろししょうがそしてこちらは、えー、寺谷農園の伝承白干し梅干しお塩だけで漬けた梅干しでそして、えーっとえー、その日作った白菜たっぷりのお味噌汁そしてこちらは大自宅配の平貝卵の、あのー、温泉卵これおいしいですねで、こちら じゃーんおにぎりどーん温泉卵最高冷ややっこもいいね。白菜のお味噌汁いいそして、えー、梅干しもピリリと効いていいですね。こんな感じでした。バイバーイ